どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあゴールデンウィーク逆転祭第1弾超オールスターフェス始まりました。こちらのガチャはですね、人気のある超ゴマや季節ゴマなどの出現率がアップしているということで、今回はこちらのガチャを引かせていただきたいと思います。今回私はですね、こちらの機会に物欲を感じ取られないように欲しいコマなどは言いません。感謝の気持ちを持ってあくまで冷静にガチャを引いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではまず11連目です。それでは回していきましょう。どんなコマが出てきてくれても私は嬉しいです。さあ金のコマと銅のコマですかね。まあまあまあ、こちらはハロウィンランディですね。嬉しいですね。髪染めでなくてもオーバーロードができるといった優秀な B ゴマになっています。では22連目回していきましょう。あら、金のかけらが入りましたね。でも私には欲がありません。どんなコマが出てきても嬉しいです。あら、 S ゴマがたくさん入っていますね。ハロウィンレグスでした。持っていなかったコマです。ありがとうございます。はい、こちらはですね、盤面に自分のマゴマがないときにアタックが 1.8 倍になるといったとても強い竜ゴマですね。ありがとうございます。そしてアシュナリーちゃんとドルシーちゃんも来てくれました。どうもありがとうございます。では33連目引いていきましょう。あら、虹のかけらが入りましたね。普段見ないんですが、とっても綺麗ですね。さあ、Sゴマが入っていました。一体何なんでしょうか。あら、クリスマスですね。クリスマス、誰くんか名前を忘れてしまいました。失礼しました。クリスマスアルフェッカちゃん。あらあら、たくさんクリスマスのコマが出てくれましたね。嬉しいです。では44連目回していきましょう。さあ、何が出てくるのでしょうか。Sゴマが入っていますね。レオノーラさんですね。鑑賞用に取っておきましょう。では55連目回していきましょう。あら、虹のかけらが入りましたよ。今日は感謝の気持ちを持ってガチャを回しているので、虹のかけらやエスゴマがたくさん出てきてくれますね。あら、2枚も入っています。あら、ハインリーネさんですね。あらあら、イシスさんですね。鑑賞用に取っておきましょう。ではラストですね。もう何回回したのかも忘れてしまいました。感謝の気持ちを持って回していきたいと思います。さあ、星のかけらの演出は入らず、音もねちょっとおかしかったんですが、これがラストです。あら、持っていませんでしたね、クリスマスピリキナータ。これは嬉しいですね。はい、ということで今回は超オールスターガチャ回していきました。皆様のもとにファヌエルやベルゼブブが届きますように、私がですね確率を上げておきましたので、ぜひ皆様もチャレンジしてください。それでは皆さん、さようなら。あ
ネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。